ファミマでピクミンがたくさんキャンペーン開催、ピクミンとコラボ。東洋ビーバレッジより2024年10月29日に日本全国で発売したファミリーマートと任天堂のピクミンのキャンペーン、ピクミンときめきのみのゼリードリンクレモン味。いらっしゃいませ、いらっしゃいませ、宇和田で本日もよろしくお願いします。開けていきたいと思います。では、いただきます。希望小売価格、税別221円、税込み238円。販売地域は日本全国。ゲーム内に登場するときめきの実をイメージしたレモン味のゼリードリンクです。ピクミンたちが描かれたカップに爽やかなレモン味のゼリードリンクを詰めました。カップデザートは2種展開です。ときめきの実はゲーム内に登場するアイテムで、商品名はイメージです。開発担当者の声は、レモンの酸味と甘さのバランスや飲みやすさに、ザ・ゼリーの硬さなど何度も試作を重ねました。甘酸っぱいレモン味のゼリードリンクに仕上げております。デザインはピクミンたちがときめきの実を運ぶ様子をデザインしました。黄色の黄色が映えるようにときめきの実の部分はクリアを生かしたデザインにしています。販売地域は日本全国のファミリーマート。内容量は 220g、 アレルゲンは使用していません。1本 220g あたりエネルギーは 100kcal です。清涼飲料水、ゼリー飲料です。評価は、いえ、これです。飲めないわけではないですけども、振らなければ大きい塊のゼリーとなっておりました。味はレモン味のゼリードリンクで、振る回数によって大きさも変えれるという自分のアレンジができるというのも、また面白いんじゃないかなと思います。そしてこのね、ピクミの可愛らしいデザインも楽しんでいただけたらなと思います。このレモンの酸味と甘さのバランス、ぜひ楽しんでいただきたいなと思います。ピクミンとコラボレーションしたときめきの実ゼリードリンクレモン味、ファミリーマートで数量限定発売となっております。ぜひ飲んでみてはいかがでしょうか。ではじゃあね。